Hi friends, Joshin here. チャンネル登録者数が1000人を超えました。いつも見てくれてる方ありがとうございます。チャンネル登録者数1000人を記念して Q&A をやります。今回はインスタと質問箱で質問募集したんで、それに答えていきます。で、今ここなんだけど、ブリスベンのシティの中央にある大学が所有するビルディングの中にいます。めっちゃここ綺麗で、めっちゃホテルみたい。なんかエスプレッソとか飲み放題だし、クッキーも食べ放題なんで、しかもめっちゃ落ち着くし、なんかハリポタの空間みたいだし、おすすめです。すごいホテルみたい、綺麗すぎる。上もなんかそれっぽい。コーヒーとか水とかクッキーも食べ放題飲み放題です。めっちゃ可愛い大学の惜しくやつ。ちょっと何選べばいいか分かんないけど、これにしてみる。これどうやんの、これに入れんのかな。え、洋服にくっすぎりぎりなんだけど。クッキー。今周りに人がいるんで、そんな大きい声で喋れなくて、このぐらいの声量で質問に答えていきます。携帯の通信料いくらですか？月に日本円で1000円ぐらいです。今メイシムっていう会社のシムカード使ってて、これめちゃくちゃ安くて、月に2ギガしかもらえないんだけど、いつも Wi-Fi 使ってるから全然ギガ減らないし、しかもなんか毎月繰り越されていくからめっちゃ今溜まってて、 43.15 ギガも溜まってる。大学とか通ってる人で Wi-Fi が周りに常にある環境にいる人は全然2ギガでも足りると思います。僕今働いてるところで電話とか結構使うんですけど、全然今のところアメイシムでもつながるし、特に大きなもんではないです。なんでアメイシムおすすめです。メルボルンに住んでいますが、本当にいい街なのでぜひ遊びに来てくださいね。行きます。本当は3月ぐらいにメルボルン行こうかなって思ってたんですけど、ちょっといろいろあって行けなくて、4月か5月ぐらいには行こうと思ってるんで、絶対に行くんで待っててください。メルボルンに実は6、7年ぐらい前に日本の大学の語学留学のプログラムでメルボルンのモナシュ大学の語学学校に行ったことがあって、そこでもうメルボルンをいろいろ見てるんで、次メルボルンに行くのは2回目って感じで、すごい楽しみです。メルボルンめっちゃいいよね。コーヒー屋さんもいっぱいあるし、みんななんか涼しい顔で歩いてる。メルボルンに行ったらよろしくお願いします。授業で一番苦労したことは何ですか？ここオーストラリアで大学入学をしてて、この前卒業したんですけど、その大学入学で一番苦労したことはやっぱりネイティブとのディスカッションかな。なんか第二言語として英語を話してる人とは全然英語でディスカッションできるんだけど、ネイティブとなるとめっちゃ早いし、なんか表現よくわかんないなって時は結構あって、そこで結構つまずきました。やっぱり自分はノンネイティブだし、別に帰国子女でもなくて、全然英語とかも高校3年生ぐらいまでは全然話さなかったし、だからすごいやっぱりネイティブとのディスカッションには若干抵抗があったんだけど、なんかディスカッションの時に一番初めに自分から意見を言っちゃえば、そこから話の流れが生まれて、いい感じにディスカッションをコントロールできるから、ディスカッションでは一番初めに自分の意見を言うっていう戦法をとってました。1000人超えとご卒業おめでとうございます。ありがとうございます。オーストラリアに永住はしたいですか？と、今のところオーストラリアに永住は考えてないです。僕はまずはオーストラリアで環境学の分野で現地就職したいんで、まずそれを達成してから、働いてから考えます。他の人と異なる支援を進むことに対する気持ちの整理はどのように行いましたか？確かに僕も他のみんなは就職するのに、自分はギャップイヤーを挟んで海外の大学に進学するってことに対してちょっと不安を抱いた時期も少なからありましたけど、人は人、自分は自分だから、そこまでそんなに考える必要もないなっていう風に途中で思いましたし、自分の人生だから、もう自分が思う方向に、進みたいと思う方向に行くだけだなっていう風に思って、もうなんか他の人がどうとかどうでもよくなりました、僕の場合は。し、僕は今住んでる道が自分の成功へつながる道って思ってるから、他の人と大きく異なる進路ではあるけれど、今の自分の現状とかいる環境とか進んでる道とか進路とかが全然大きな不安はないし、むしろワクワクの方が大きいかなっていう感じです。なんで、まあ、自分のことなんでそんな他人に比較する必要はないかなって思います。オーストラリアで大学院進学検討です。アルバイトする時間は実際どのぐらいありましたか？インターンの倍率は高いですか？いつからインターンをされてましたか？大学院在学中は正直に言ってしまうとアルバイトする時間はなかったなっていうふうに思ってます。本当にどの科目で高い成績を維持したいっていうなら、正直アルバイトしてる時間はあまりないのかなっていうふうに思います。っていうのは、まあ、課題とかも結構出るし、リサーチペーパーとか論文とかエッセイとかそういうのを考える時間が減っちゃうのが僕は結構辛かったので、本当に大学院在学中はアルバイトをしないでひたすらパソコンとにらめっこしてましたし、僕は大学院の最終学期で現地の会社にインターンをしてたんですけど、その
インターンは大学院の単位になるもので4単位分に換算されるインターンで、なんで授業の数もそのインターンやってる学期中は今までより半分減らすことができたので、授業とインターンは両立できてました。なんでオーストラリア現地の会社でインターンをしたいっていう人はインターンを大学院の単位に換算してくれるプログラムを使うのがいいんじゃないかなというふうに思います。インターンの倍率は正直わかんなくて、インターンの倍率めちゃくちゃ高いところもあれば全然低いところもあったりするんで何とも言えないです。ごめんなさい。全くの未経験からオーストラリアでインターンシップを探すときどうアプローチをするのがいいと思いますか？動物園のインターンはどこで探しましたか？僕の場合はその大学院 UQ の就職センターの人に相談をしたりとか、そういうオンラインセッションに参加をして情報を収集したりとか、あと僕の学科の教授がその大学院のインターンシップのプログラムのコーディネーターで、その教授に直接相談しに行ったりとかしてました。でも本当にインターンが見つからなかったので、僕の場合は本当にその時に相談に乗ってくれたその教授にめちゃくちゃ感謝してます。その教授に相談してなかったらインターンシップに参加できてなかったと思うし、めちゃくちゃ感謝してます。まあ、詳しくはこの動画でインターンについて話してるんで、よかったら見てください。動物園のインターンはその動物園のサイトに行ってインターンシップみたいなところをクリックして、まあなんかいろいろ書いてアプライしました。動物園のやつはたまたま見つけたって感じで運命でした。どうやって編集してますか？ YouTube の動画編集は独学で覚えましたか？まず YouTube 撮る時のカメラはキャノンの EOS KISS M2 っていうのを使ってて、で編集ソフトは Adobe の Premiere Pro を使ってます。でその動画編集も独学で覚えました。動画編集スキルとかも全然もともとなかったから、まずは動画編集始める前に YouTube で軽くインストラクション見てこんな感じなんだっていうのを頭に入れてから編集始めました。でなんか2回ぐらい編集してると大体コツ掴んでくるから、それ以降はもうなんか適当に編集してました。でなんか分かんないことあったら Adobe だと大体調べれば出てくるし、僕の動画そんなに凝ってることしてないんで、ただ単になんか動画切ってつなげてテロップ入れて、たまになんかズームしたり、あとなんか適当に文字入れたりアニメーション入れたり、あとオープニングを12秒ぐらい作ってたり、本当にそんぐらいのことしかしてないんで結構簡単です。マジで誰でもできると思います。 Can you share this one? Oh yes, yes. Thank you. No worries. 将来結婚はしたいですか？今別に結婚めちゃくちゃしたいってわけじゃないけど、まあ、結婚できる環境に入れたらいいなっていうふうに思ってます。っていうのも僕は男の人が好きで、日本だと同性婚ができないんで、いざ自分が結婚したいってなった時に同性婚できる国に入れなかったらすごい悲しいなっていうふうに思ってるので、結婚できる環境にはいたいなっていうふうに思ってます。まあ、僕にとっては別に結婚するイコール幸せじゃないから、なんかそんなに結婚に重きを置いてないです。まあでもちょっとだけ興味あるかなって感じです。まあ、まずは恋人を作ります。UQ の同じ学科の人たちとどれくらい仲良くなりましたか？差別とかありましたか？自分と同じ学科にめちゃくちゃたくさんの友達はいなかったんですけど、まあ僕少数仲良い人はいて、その人たちとはたまに今でもやり取りしてます。差別は感じたことないです。お互いをリスペクトする雰囲気があるから全然差別は UQ では感じたことないです。し僕コロナで初めの1年間はオーストラリアに行けなくて、日本でオンライン授業を受けてたんで友達を作る機会っていうのが、まあ、なかなかなくて、なんで結構友達はいませんだけど、僕はその UQ 以外で知り合いとか友達はできたかなって感じです。あと UQ は意外と交流イベントを開いてるから、まあそういうのに参加したらインスタでいろいろたくさんつながれるんじゃないかなと思います。シェアハウス決めるときに気をつけること、かっこ女子。シェアハウス決めるときはやっぱり自分が住もうと思ってるシェアハウスからスーパーとか学校とか駅とかバス停とかまでどのぐらいかかるのかとか、そのシェアハウスに変な人はいないのかとか、オーナーはちゃんとしてる人なのかとか、そういう部分をちゃんと確認していけばいいんじゃないかなって思います。あと絶対にインスペクションはした方がいいです。一回もインスペクションもしないでシェアハウスを決める人がたまにいるんですけど、それ結構危険だし、行ってみたら全然違ったってことが結構あるので、必ずその契約する前に一回は現地に足を運んでインスペクションをすることをお勧めします。まあ、女性にフォーカスを置くと、やっぱりそのシェアハウスに女性が1男性が3みたいなのはちょっと危ないなっていうふうに個人的には思うんで、女性が誰かしらいるシェアハウスの方がいいのかなっていうのと、あと女性オンリーのシェアハウスとかも結構あるので、し結構女性のみのシェアハウスで結構安いところがあるなっていうのをフラットメイツっていうサイトで結構見てきたので、そういう女性のみのシェアハウスとかも考慮してみるといいと思います。疲れすぎて孤独な気分になってしまった時どうやって回復してますか？僕の場合は疲れすぎたら孤独な気分になるよりも前に眠くなって寝ちゃうんでちょっと僕とは違うんですけど、まあ僕も疲れてはないけど孤独な気分になる時って
結構あったので、まあ、でも今でもたまにあるので、そういう時は自分の趣味に没頭したり、動画編集したり、とりあえず手を動かしたりして、孤独だなっていう感情が前に出てこないようにしてます。あと日本の友達と話したり、電話したりすると結構孤独な気分はなくなると思います。大学院に行きたいと思ったその学部を選んだきっかけ、大学院に行きたいと思ったきっかけは、僕は日本の ICU っていう国際キリスト教大学に入ってて、その大学3年生の時にアメリカの大学に研究留学って形で交換留学に行ったんだけど、そのアメリカでやっぱり自分は専門知識が足りなくて、もうちょっとその自分の専門領域で専門知識を増やしたり、実技のスキルとか伸ばしたらいいなっていうふうに思ったのと、そのアカデミックの領域にもうちょっと浸りたいなっていうふうに思ったのと、このまま中途半端な気持ちでアカデミア界をされないなって気持ちがあったのと、僕は高校生の時にオーストラリアのタスマニア島に行って生物学の研修をしに行ったことがあって、そこで自然環境とか環境問題とかに興味を持つようになって、その領域でもうちょっと大学院でその環境学を追求してみたいなって気持ちがあったので、そういうのがいろいろあって大学院に行くことを決めましたし、そのタスマニア島に行ったことと ICU で生物学を学んでたことが、ここのオーストラリアの大学院で環境学を勉強することになったきっかけです。同年代シドニーズミです。いつか一緒に動画撮りたいです。もうぜひ、僕はまだコラボとかしたことないんで、僕とコラボしてくれる方 DM ください。 Left cheek or right cheek? Left butt cheek。オーストラリア在住です。おすすめの節約飯を教えてください。これははっきり言ってパスタです。僕は大学でパスタ1袋 500g を50セントで買って、トマト缶1缶も50セントで買って、まずは大学で50セントで買ったパスタを茹でて、フライパンに油敷いて、ニンニク油で炒めて、で次にそのフライパンにトマトの缶詰半分ぐらい入れて、茹でたパスタを入れて、で塩コショウで味整えたら、普通に美味しいスパゲッティの出来上がりです。普通にそれで材料費だけ考えたら1ドルぐらいでできるんでおすすめです。僕が節約したい時は本当にいかに安く食べ物を手に入れるかってところに着目してます。し僕の大学の場合は野菜とか果物とかパンとかも無料でもらえるので、大学様々って感じで、あとはあれですね、白いご飯はこの米を使うとか、あとはコールズのこういう製品を使うとか、そういうことをして節約したい時はしてます。寮は一人部屋ですか。僕は寮に住んでなくて大学の近くのシェアハウスに住んでます。大学内フリーフードも何回もらえますか。大学内にスーパーみたいに食材売ってるところがあるんですけど、そこで毎日無料の野菜とかパンとか水とかお菓子とか果物とかいろいろもらえます。でフリーディナーとかは毎週3回ぐらい、多い時で月曜から金曜日まで毎日もらえます。これはでも大学によって違うんで、自分の大学のフリーフードを確認してください。オーストラリアに来て後悔したことはないです。キャンパスの中にクリニックはありますか。キャンパスの徒歩圏内にシェアハウスなどあるのでしょうか。またスーパーを含め生活しやすい地域を教えていただけますでしょうか。僕の通ってた UQ の中にはクリニックはありました。歯医者もあります。スーパーを含めて生活しやすい地域は、割とブリスベンにはどの地域にもコールズとかウイズっていう大型スーパーがあるんだけど、僕が今住んでるところはフェアフィールドって言って、大学のキャンパスまで歩いて10分から15分ぐらいのところにあるんだけど、自分のそのフェアフィールドの地域から歩いて10分のところにコールズもあるし、薬局もあるし、ターゲットもあるし、ウイズもあるし、クソでかい安いスーパーもあるし、バス停もクソ近いし、駅も近いし、めちゃくちゃ便利なところで、他の人にも普通におすすめしたいなというふうに思います。ブリスベンだったらやっぱりそのさっき言ったフェアフィールとかインドロピーの方とかウエストエンドとか、あとウールンガバの方とかもいいんじゃないかなって個人的には思います。でもインドロピーは交通量が多くてうるさいみたいなのを知り合いから聞いたことがあります。僕が住んでるフェアフィールドは静かだし、人も多分少ないんでめっちゃおすすめです。オーストラリアの大学院で環境学を学ぶ予定なんですが、卒論のないディプロマのコースとマスターのどちらかのコースに行くか悩んでいます。特別この研究をやりたいというのがないので、マスターに行かなくてもいいのかなと思ってるんですが、授業後の就職の際どちらの学位を持っているかで印象など変わってくるのでしょうか。わからないけど、このディプロマのコースはいきなり大学院で通常の授業を学ぶ前にその専門知識とかが足りてない人に対して開かれてる短期型の準備コースっていう風に僕は捉えてるんですけど、さっき調べたんだけど、このポストグラジュエートディプロマっていう学位は日本では認められてないらしくて、なんで日本で就職をしたいっていう人にとってはマスターのコース行くのがいいのかなっていう風に単純に思いました。でも自分の中でその学ぶ明確な目的があるのであれば、僕はどっ
でもいいんじゃないかなというふうに個人的には思います。あとオーストラリアの大学院は研究をしなくてもコースワークって言って大学院レベルの科目を履修することで修士号がもらえるコースもあるのでそういうのも考えてみたらいいんじゃないかなというふうに思います。しそのコースワークの途中で研究がしたくなったらその自分の成績によっては研究ができるコースを取れるので全然臨機応変に対応できると思います。僕の大学院は最後に大学院の卒業研究をして卒業論文を書くかあとは企業にインターンシップをしてそこで研究プロジェクトに参加をして最後に論文みたいなのを書いて提出するかその2択のどちらかを取ってる大学院生が結構多かったです。で僕は現地にインターンをして研究プロジェクトに参加をするっていう選択を取りました。オーストラリアでの就活の服装はスーツですか？僕はこっちで現地就活をしている時にスーツを着たことは1回もないです。なんかこういうちょっとフォーマルな感じの襟付きの服を着て毎回面接に挑んでます。しそれで普通に面接通ったので全然こういうのでもいいと思います。あとなんかキャリアフォーラムみたいなのに行った時もみんなスーツ着てなくてなんならパジャマみたいな格好で着てる人もいたのでなんか全然日本みたいに硬くないと思います。まだハウスって踊ってるんですか？踊ってます。僕ハウスダンスすっごい好きでもう自分の生きがいです。ハウスミュージックが流れたらもうそれはもう僕の時間だということでよろしくお願いします。高校の思い出教えて。高校の思い出覚えているけど僕茨城県の中高一貫校に6年間通っててなんで高校の思い出というよりかは中高6年間の思い出っていう感じなんですけど高校の時はなんか今パッと頭に出てくるのはなんかめちゃくちゃ楽しかったってよりかはなんかちょっとモヤモヤが残るような高校生活だったなっていうふうに思います。っていうのはやっぱり高校生の時は自分が何者かっていうのも全然分かってなかったしその自分のセクシャリティにモヤモヤするところもあったしなんか僕の高校ってすごい閉鎖的な空間でその今でいう LGBTQ とか人種問題とかなんかまああらゆることに対する差別発言とかなんかそういう認識があんまりないように感じられててなんかすごいそこが自分にとっては違和感だったんですけどなんかそういうのを議論する環境にも当時はなかったしなんで結構いろいろもやついてたなっていう風に今振り返ってみて思います。でも今は変わってきてると思うんですけど僕あの公式テニス部に6年間入ったんですけど、まあ、それが楽しかったっていうのとめちゃくちゃそこで日焼けしちゃって未だになんか色取れないんですよあとは体育祭がめちゃくちゃ楽しかったなっていう風に思います。現在理系の大学3年生です。留学に憧れてるために日本の大学に進学をして大学院1年目で半年間留学をし例年11月に行われるボストンキャリアフォーラムで内定を取ろうと考えているんですが現実的でしょうか？また研究留学よりも海外大学院に進学をし研究をした方が将来的に良いのでしょうか？まあ、まず日本の大学院に入ってすぐ留学するのか日本の大学院に入って半年間経った後に留学するのかでだいぶ変わってくると思うんだけどそのボスキャリ現地に参加できなかったら意味がないので日程的に現地に足を運べるのであれば全然現実的なんじゃないかなというふうに思います。し大学院に入って半年間留学ってできるんだって今思ったんですけどできるんですかね？その大学院によると思うんですけどなんかそういうところもちゃんと多分確認してると思うんですけど確認した方がいいんじゃないかなというふうに思います。あと僕 ICU に入ってた時は留学してなくても英語が話せるからっていうだけでボスキャリに行って内定勝ち取ってた人もいました。だからなんか別に留学しなくても英語がある程度話せるのであれば留学に何が何でも行かなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。そのボスキャリに参加をして内定を取りたいというだけなのであればあとまあ研究留学よりもその海外大学院に進学をして修士号を取った方が海外の大学院で修士号を取ったんだすごいねというふうになると思うし、まあ、海外大学に卒業っていう箔がつくと思うんだけどなんかいい就職先につくために研究留学をするとか海外の大学に進学をするとかっていうのはなんかちょっと悲しいなというふうに個人的には思ってて、やっぱなんか学びたいことがあるから海外大学院に留学をするっていうのが個人的にはすごいしっくりきてて、そうじゃないと大学院で学んでる中で今自分が何をしているのかとか、なんか大学に卒業した後に何がしたいのかとか、そういうところで結構迷ってしまうんじゃないかなというふうに感じてて、こっちのオーストラリアの大学院に来て思ったのが、なんかいい就職先に就くために大学院留学をしてるっていう人はあんまりいなくて、本当にその学問が好きなんだなっていう熱量を感じれる人が多いなというふうに個人的には思ってて、やっぱそういう人の方が大学院生活をすごい有意義に過ごしてるなというふうに思うし、就職も難なくできてるなというふうに思うし、やっぱりその海外大学院留学をするときに、その卒業後の進路よりもまず本当に自分はその学問領域で研究とか勉強していきたいのかっていうところが一番大事な気がするなというふうに思います。いつも動画配信も楽しく拝見しています。コロナの感染状況と感染したらどこのクリニックで見てもらえるようになってるのでしょうか？上のブリスベンの服装ですがダウントのコートを持ってた方がいいのでしょうか？ありがとうございます。ブリスベンは今コロナそんなに出てないと思いますし、コロナの話あんまり聞きません。僕も一回コロナに多分これ感染したなった時があって、そういう時はオンラインでブリスベンの桜クリニックってところにズームで診察をしてもらったことがあります。
ブリスベンって一年中暖かいイメージがあったんですけど、とは言っても冬の夜とか朝方は結構寒くて、普通にコートとか着てました。海外大学に進学する際に KF の奨学金に応募しましたか？どのぐらいの割合でいただけますか？僕は海外の大学に進学するように自分が通ってた ICU から KF 型の奨学金をもらったのと、ジャストの対応型の第2種の奨学金を借りてました。どのぐらいの割合でもらえるかわからないけど、多分 KF 型は結構狭き門なので結構頑張らないともらえないのかなっていうふうに思ってるのと、逆に対応型は意外とすんなりもらえたので、 KF 型が無理な時はジャストの第2種とかで対応型の奨学金を借りるのも一つの手だなっていうふうに思います。今日のファッションポイントは、多分これ画面じゃ見にくいんだけど、ちょっと薄緑のパステルカラーで、下は赤茶色的なズボンで、ベルトは金のベルトで、この色の組み合わせ良くないっていう感じで、 あとこれピアス、あと指輪、あと軽く化粧してます。ファンデとアイブロウと口紅とコンシーラーでひげ隠してるのとって感じです。好きなタイプはちょっと筋肉があって優しくて鼻が高くて、身長174センチ以上で体重65キロ以上で、英語が話せて多文化を理解する心がある人で、包容力がある人で、手が大きい人で、悪酔いしない人で、議論ちゃんとできる人で、ファッションセンスがある人で、何かしらスポーツができて頭が切れる人で、仕事ができる人で、旅行が好きな人で、カメラが好きな人で、怒らない人で、心が広い人で、イケメンで、でもちょっと甘い感じな顔で、でもちょっと素朴な感じな雰囲気を醸し出してる人が好きです。当てはまる人はここに DM お願いします。待ってます。虫が苦手なのですが、オーストラリアの虫事情教えてください。虫はえぐくて、結構僕の住んでるシェアハウスにはアリが結構出るんだけど、僕の部屋にもアリが出てて、週4ぐらいアリに噛まれてます。で多分オーストラリアの人だったら共感してくれると思うんだけど、アリはマジで発生するからマジで覚悟した方がいいと思います。あとゴキブリとかも路上この前歩いてました。僕の部屋には出ないけど、あとクモも結構います。あと虫じゃないけどポッサムもベランダにやってきます。はい、こんな感じで Q&A は終わりです。次はチャンネル登録者数5000人いったらやります。最後にこの動画がいいなって思ったら高評価とチャンネル登録してくださると嬉しいです。あとインスタとツイッターのフォローもお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。